今週のゲストは住居アーティスト重本秀吉さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします重本さんは1957年愛媛県松山生まれ大阪芸術大学デザイン科卒業デザイナーを経てイラストレーターになり現在は墨だけで描く住居アーティストとして活動されていらっしゃいます 北京、ロンドンにてオリンピック開幕前に選手たちの前でのライブペイントやミュージシャンをテーマにした躍動感あふれる作品が国内外で高く評価されています。えー、まずあのシゲさんあの墨、えー、というジャンルのについてお伺いしたいんですけど、はいえー、これやっぱり墨だから発祥は中国なんですかね。そうですね。あの墨自体はあの中国は発祥とされてますが、まあ結構な昔に日本にも。 おそらく雪舟とかあの辺のあの遣唐使の時代からにその墨の技術とか墨とかを多分持ち帰ってそこからまたあの広がったと思うんですよ、うん、だからまあ日本独特まあアジア中国日本ですからそういうまあ独特な世界ではありますねはい。 もでもいきなりあれでしょうこの重本さんが墨みやってたわけじゃないでしょう、ええ、若い時はどんな感じで描いてたんですかですイラストレーションであのその頃はあはリアルな絵が流行ってまして、はい、で山口晴美さんもそうですねス,、はい、スーパーリアリズムだとか,だとかエアブラシで描いたりだとかする時代だったので、うん、私もご多分に漏れずそういうあのリアルな絵をずっと描いたりとか、はい、割とこう。 あの学生の頃はそういうタッチだったんですけど、うん、もう墨と出会うまではそれでイラストレーターとしてフリーでやってました。は,はい。その墨にこうなんとかこうフォーカスを絞られたきっかけって何だったんですか。えー、それをあのよく聞かれるんですが、その精神的なきっかけっていうのはあの私割とブラックミュージック、はい、黒人の あの音楽が好きでその頃のあのブルーノートのジャケットとかモノクロが多かったんですよね、はあで。映画とかもモノクロの映画が流行ってたりとかモノクロにすごくこう惹かれてで私もあモノクロの絵が描きたいなっていうのがまずあって、うん、でモノクロって言うとやっぱこう日本人だから墨であとドローイングも好きだドローイングっていうのはこう、はい、クロッキーみたいにささっと描く、うん、それですぐ自分の絵が見られるっていうので自然にこう。 スミに、えー、特化し始めた、それがいつっていうきっかけはないんですけども、そういうこうスキから入った感じですかね。<ー>はいはい。Jway LoHa's Talk。秀吉さんはえっ、ー、と観客の前で書くパフォーマンスを積極的にやってらっしゃるんですけど。はいえー えー、近々では11月2日3日に羽田空港で行われる蒲田映像フェスティバルで、はい。ライブパフォーマンスを披露するそうですけど、はい、ええー。これはどんなパフォーマンスなんですか私が出るのは11月3日なんですけれども、はい、羽田の国際空港の方で、えっ、ー、と、やらせていただくんですが、あの、3日はあの、映像フェスティバルの中で、私のコーナーがありまして、あのー、今までのそのライブペイントした映像とかも流して、 1> えー、約1時間弱やりましてその後移動して江戸舞台というところで約20分ぐらいですがあの大きな絵を描くんですね。はい、で大体私はもう早いのを得意としてまして <laughs>、えっと、お客さんもちょうど20分ぐらいが。 いい塩梅なんですよ。商いで見る。うん、それを。緊張感。ええー。はあ、それと、あと、私の場合は、具象なんですけれども、はい、最初、こう、いろんなところから書き始めるので、抽象、はい、の書のように見えたりとか、はあ、何を書いてるかわからなくて、はあ、それをだん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 繋がっていって、具象になっていくので、見てるお客さんも楽しいという、はあえー、そういう仕掛けにしてますので、おそらく、お越しいただいた、 えー、オーディエンスの人あの見てる人は驚かれると思うんですよね。まあ,あここにあの空港の中のこのディスプレイのねはい、はい、あの、えー、見本があるんですけど、えー、これなんかすごい派手ないですね。<あ>これは何の絵なんですか。あ、混合歴史像ですよね、はい。この混合歴史像あれですか。えっ、ー、とよく描かれるんですか。描きますね。はい、で、あの原画でもよく描くんですが、あのやっぱり。 私はあのもと,もとアスリートとか肉体を描くんですね。はいうん、で、彫刻家と同じみたいな。そうですね。で、目線なんですねで。はい。それで墨でそれを描くとすごくあの独特のタッチになるので、うん、それであー二王像描けば面白いな、混合立体像を描けば面白いなっていうことに、うん、で何体かこう描いたりして、その中の、はい、あの二体を。 吸っっててもらってます、はい、こういう、まあ、例えばこの混合力士でもいいんですけど、えー、あの納得いかれるのは、まあ、大体何枚ぐらい書かれるんですかえっと普段はですね、えー、まあ分かりやすく言えば A3 ぐらいのこう、えー、画仙紙っていうんですけれども、はい、薄いペラペラな紙書道と同じように、はい、あのもうバッパッパッパッ書いていくんですよ。はあ、でだかららこの絵は何分ぐらい でで書かかれたんですかっていうと5分ぐらいですって言うと皆さん驚かれるんですけど、うんそ,すね、その1枚を仕上げるために大体100枚ぐらいはその同じ絵をずっと、まあ、陶芸家のようなもんですね、うん、こう作っては悪いみたいな気に入らなければそこでストップして、まあ、自分でわがままが効く仕事ですからそれでもう次から次へやってで20枚目に気に入ることもあれば。 90枚目に気に入ることもあるので大体1週間ぐらいは一つにかけたりすするんでね書道だとよく昔の方のお手本があってそれでなぞって演出するじゃないですか秀吉さんの場合はそんな先輩がいないわけなんで何を見ながら あのこのタッチはやっぱり何20年もっとかかったかなあのいろんなことをそぎ落としながらあのこの墨のタッチにしてまあ,あの写真とかその映像とか例えばスポーツ陸上選手アスリートを描く場合はその方の走ってる姿を見たりとか。 それをドローイングしたりとか、えっ、ー、とほとんどこうイメージに近いのが多いですね。なんかあれですもんね、こう写ここにも随分何枚かありますけど、えー、写真をね見本に書いたわけじゃなくて、えー、まあ僕にとってはな激画みたいなね、そうですね、感じに見えるんですけど。それはもう私にとっては褒め言葉で、はい、あの墨絵があのいわゆるそのあの山水が とかそのやっぱり伝統のある墨絵もいいと思うんですけれども、僕は新しいことをしたくて、その私も漫画が大好きだったので、うん、その漫画の動きっていうのがやっぱりあれも解明墨汁、うん、あの墨汁で描いてるんですよ。あ、そうなんですか。えええーあ。だから黒インクで描いてるし、うん、その劇だ激画をもっと筆に持ち替えた時どうだろうとかっていうあ,<ー>あの試しもしましたね。えー、だからすごく漫画っぽいねって言われることもあるんですが、うん、私は全然墨絵 でそういうモチーフでそういう,こう見られ方しても全然嬉しいですね、えー、このスピード感っていうのかな、はい、一枚一枚の絵のスピードが、えー、まあ僕は違って見えるんですけど、えー、これもあれなんですかその 書いた時の勢いなのか、はい、あ,あの秀樹さんの頭の中にあるね、ええ、こう表現したいスピード感。はい。も表現しようとしてるんですかね。あの両方ですね。あ,<ー>あのー、そういうイメージがあって、うん、で。書く時もなるべく早く書くようにしてます。うん、で、その飛び散り方、あのチラシって言ってるんですけど。チラシとか余分な線っていうのは、やっぱり勢いでやってしまうので。その計算して、こうやると。 なんかやっぱり不自然なんですね、はあ、だからちょっとこう最初に汚したりとか緊張感を解くために、うんはあ、ライブペイントも儀式のように最初にこう散らすんですよ真っ白いかも、はあはい、それは自分の緊張を解くために、うん、よし思いっきり描くぞっていう準備運動みたいな感じで散らしたりとかしますね、はあ、じゃあやっぱりボ,ボルトなんか書いたことあるんですか <laughs> ボルトさん <laughs> ボルトさんは書いたことないですけど、うん、結構アスリートは書きましたね、はあ、はい。 秀吉さんはこのイラストレーターとおっしゃいますが芸そうですねあの一応古展をして絵を売ってる身分でもありますので、うん、そうとも言えます。 こうちゃんと卒業したらしいですけど、この大阪芸術大学って、当時とんでもない芸術大学だったんじゃないですか。<laughs> あの、どう、どういう意味で。いやいや、もういろんな人が出てますよね。そうですね。僕ら、あの、ちょうど僕、が80年卒業なんですけど。はい、その頃に、あの、劇団新幹線とか、南川内万歳一だとか。その芸能面でも、うん、あと映画監督ですよね、うん、庵野さんとか。うん、あの大美保さんとか、今をときめく邦画を。 かあのー、彩ってるのも大阪芸田多いですね,ですね映像関係とかまあ今やイラスト画のペンやパソコンが主流の時代なんですけど墨が一般的に、まあ、身近な存在ではなくなってると思うんですけど秀吉さんは、えー、墨と筆について他のどんな画材より正直と言ってられますか、はいえー、この正直ってのはどういうことなんですかね あのー、私が書く画材として、あのー、炭っていうのはあのー、割とあの皆さんも小さい頃必ず一度は使ったことはあるじゃないですか日本人だと手汚したり、えー、だから家の中汚したり、はい、そうなんですよで炭の一応匂いとか、うん、そのアナログ感は皆さん、はい 体験はしてるただそっから離れて、うん、今は墨っていうのはすごい遠い存在になってるんですけど、はいうん、僕がもう一度使った時にやっぱりこうゆっくり描くとにじむじゃないですか、はい、で早く描くとかすれるじゃないですか、うんうん、そのにじみとかかすれるっていうのを皆さんもう知ってる画材なんで、うん、あのかすれてる絵を見た時にあこの人このすごく 勢いを出して描いてるなとかにじんで描いてるこの人はじっくり描いてるなとかって一瞬でわかるんですよ日本人ならそういう意味で正直な画材だなといういやいややっとわかりましたええまああの墨にもいろいろあると思うんですけどんかまあ基本的には和木とは東北とかそれから製造法に遊煙墨と小墨って書いあんですか これ、どっち、秀吉さんはどちらをお使いあのね。僕、炭にそんなにはこだわってないんですが、<laughs> あの、墨液を使うぐらいで。あの、まあ、でも、あの、和睦と倒木っていう違いは、やっぱり日本の炭と。あの、中国からの、古来ある炭があって、あの、倒木、中国からの炭の方が、二川。 あの大体包みっていうのは、あのすすと、にかわを合わせて、はいうん、あの作ってるんですね。うん、で、その倒木っていうのは、にかわの量が、えっと、多いか少ないか、わかんないですけど。その配分が違ってて、和をくと、うん、ね、にじみがちょっと多いんですよ。うんはい、あの、だから、あの固形、固形の隅に限りますけど、うん、そういう、あの、僕は倒木の方が好きってとか。そういうタッチによって、こう使い分ける。 で、ゆえんすみとか、しょうえんすみっていうのは、その素材の違いですね。あの、油、ごま油で作ったりとか。それをすすにして、はい、で、しょうえんすみっていうのは、松、松の木をこう、かいて、すすにした。<ー>すすの作り方が違ったりとか。<ー>と思うんですよ。<ー>僕の知識でじ。じゃ、じゃ、普段はあれですか。その、牧場みたいなもん,っっちゃうんでか。そうなんですよ。牧場は、あの、日本人が発明したとされてて。はいはい、えっと、け。 歴史も浅いんですね明治時代ぐらいに、はいうん、それももう完璧な今までは炭を一生懸命江戸時代とか吸ってたんですけど、うん、それともう,うまく配合した水なんですかね分かんないですけど、うん、その木液っていうのを作ってそれはもう一気に、うん、あの炭を吸らなくてもできるので、うん、僕の場合は仕事柄たくさんの炭とあのライブペイントもそうですけど使うので、うん、木液を使ってます。えー LoHa's t a l 秀吉さんの画集のタイトルがネオブラック。はい、ホームページには新木の奇跡とありますけれども、はい、こうあた新しい墨、墨の革新というこのなんかこう概念の秘密はどこにあるんですかね。あのー、もちろんこう伝統にのっとってないっていう墨の。 のがどっかにこう自分の負い目としてあるのかもしれないですけれども。一代限りの芸。<laughs> そうですね、うん。だから私のこう墨絵っていうのはジャンルではなく自分のタッチなので、はいはい、あのそれをこう表すときに新しい墨っていうふうにネオブラックっていうふうにしたらどうだろうと自分の中で、はい、あのー。 というのは私やっぱり芸術作品とか見るときにやっぱり一番の価値基準は今まで見たことがないっていうのが驚きっていうのが新しいということですねそれがすごくこう私の中では価値があることなのでまあ自分の作品もそうあってほしいということで新しい墨「新木」という形でそれをまあ英語風にして「ネオブラック」はい。 このネオブラック派にあの出資入りしたいとかそういうやつはいないんですか。いやあのお願いされることはあるんですが、あの私の絵に影響されてあの描いてくれるのはすごくもう嬉しいので、うん、もうそれでいいんじゃないかな。もうう、うん、あの人の上に立ってこう教えたりとか、うん、そういうことが苦手なんですよ。ええ男子みたいにして金取っちゃえばいいじゃないですか。<laughs> もう自分のことで精一杯で。ね、そうなんですよ。で次どういうことを 必要っていうのが頭の中にあって、はい、はい、えー、いよいよこれねオリンピックはもう四年後ですけど、えー、オリンピックパラリンピック、はい、こあのこのオリンピックパラリンピックに関してはどのようなあの希望を持たれてるんですか。私の場合はですね、あの今までこう企業さんに頼まれて、あのロンドンとか北京とかたまたまあのありがたくもこう行って、そのプレプレイベントで。 現地でロンドンとか北京で、はい、あのライブペイントとかさせてもらったので実際やっぱ日本じゃないですか、うん、でしかも日本の画材使ってるので、はい、是非とも使ってほしいなっていうのがあります、うんうん、で今あの私の,そのオリンピック関係で見られるのが羽田の国内線の、はい。 あのボーディングブリッジって外<ー>外の看板はい、はい、2020年応援看板と言ってるんですけれども、うん、それを、えー、と52箇所ぐらいつけてるので52箇所もあるんですか、はい、あれだから、あのー、乗った方は必ずこう、うん、待合室で見るという、はい、あのさながらギャラリーみたいになってますけれどもでもあれですねなんかただイラストレーターじゃもったいないですね俺は芸術家だった いやいやいやそんなことはなくてやっぱりこう作品の力で何とかしたいっていうのがありまして、はい、正直なんですね作品の力さえあれば、はい、そういうことはクリアできると思ってるので実際、まあ、今までロンドンでも北京でもおやりになってるんですけど、えーえー、どうですか外国の方の受けっていうのはあの反応は。やはりあの 新しい住みえということであの中国なんかでもそうなんですけれども。元々ね、中国だから中国でも、はい、あの大連と北京で、あのライブペイントしたときには。やっぱり最初に若者が食いつくんですよ、<ー>若い方が、でこういう住みえ見たことないなとかって。で、あのいろいろ話しかけてきてくれたりとか、あとニューヨークだと。 どうしてこう黒人の方がどうして俺,俺らの体を描くんだとか、うん、もうすごくこう率直に投げ,投げかけてくれるというか、うん、多分墨絵でそういうのを見たことなかったんで、はい、あの反応すすごくいいですね、はい、あの中国の、えー、と絵がバブルになった時に、えー、あの馬のね走ってる、はい、作家の絵が、えーはあ、とんでもない値段で取引されてたあそうなんです、ね、ご,ご存知ないですかはい だからそうあの馬の絵より全然うまいと思いますけどね <laughs> <laughs> いや<ー>もったいないですねやっぱりいやいやいや一枚一枚が僕作品だと思いますけどあ,ありがとうございますまああの常に何か未来のビジョンを思いえ描いてるえ秀吉さんですけどはい、はい、え今年何かあれですか新しいえプロジェクトは何かあ,あ,るありますか えっと、私あのライブペイントをするときに生の音楽とか使ってるんですね、はい、そういう時にあの津軽三味線の奏者<ー>若い方なんですけどと一緒によく組むことがあって、うん、で彼があの尺八の奏者、うん、たまたま私と同郷の。 人なんですけどその二人があの和の楽器じゃないですかそれにクラブミュージックをつけて、うん、やっぱり新ししいことをしてるんですね、うん、でそれのユニットが「花火」っていうんですけれども、はい、そのユニットに私もビジュアルとして参加して、はい、一緒じゃあライブペイントしましょうっていうその「花火」っていうユニットに参加してオランダに行ってきて、うん、そのジャパンフェスみたいのに、うん、もう格好な素材なので、うん、出,た出たりとかしてちょっと試しに日本っていう違う,こう文化 を見せようかなと思ってますねはいあの花火はあれでしょう,う,全然世代が違うんでしょうえっとそうですね30代とかですい、ねえー、あのやっぱりこう伝統の楽器を使いながら新しいことをするっていうのは僕のこう志と一緒なので、うん、その辺はこうシンパシーを感じていますねはい。 あのまあ、ご自身のアトリエは、まあ、ご自宅だ,、はい、だ,だと、ホームページに書いてありましたけど、そういうあの自宅のアトリエで描かれてるときは、ええ、それこそあれですか、リズムブルース描けながら、いてるんですか、あのー、意外と私はあの精神統一しない方なので、はい、あの会社員のように、朝10時起きたら、すぐ絵が描けるタイプなんですよ。 あの子供がいようがテレビがついていようがもういきなり書き始めるタイプなので,、はい、で6時になったらもう終わって晩酌をするという <laughs> かなりこう時間的にはそういう,こうびっくりするようなストイックさがないですね、えー、ただその書いてる時は集中してますけど、うん、僕はあのプロはやっぱりどんな状況でも書けるこう体制とかあのなんかこうパフォーマンスで精神統一してるっていうのはやっぱりそのパフォーマンスであって。うん 本当はもうじゃあ書きますって言ってさらっと書ける方がかっこいいじゃないですか、うん、そういうふうなスタンスを取ってます僕は澄江の女性作家も、えー、知ってる方がいるんですけど、はいはい、そういう景色とか、えー、そういうものはお書きにならないですか、えー、あの私のタッチであのとりあえず人物はあの網羅してきてあの最近その風景を書いてくれっていう、うん、あの依頼も多くて、うん、で今度。あの 古典を、えー、と先日は先、えー、と8月に東京でやったんですけどそ,すその時には新しい風景としてまあ新潮風景みたいな感じなんですけど、うんあのー、具体的に言うならあの工場地帯のこう混沌としたところとか夜景とかそれを隅にしたらどうだろうとかと思ってそれをちょっと抽象的に描いたりとかそういう試みもしてます。 まあ普通に考えるとね、えー、要するにあの北斎とかね、えー、日本が誇る天才画家、えー、北斎に倣って、えー、富岳36系のね、富士山閣とか、まだそういう境地には至らないんですかそうですねあの、昔の風景を描いてもとか、山水を描いても、やっぱりその道の人がいますから、そうでなくて、私らしいものっていうのは、例えば東京の高層ビルを、すごい勢いのあるタッチで。うんうん 墨絵にするとかやっぱモチーフも新しいことに挑戦したいなと思ってますね、はい、あのやったことは多分あのいらっしゃると思うんですけど私のタッチで描いたらどうなるのかなというのは常々考えてます、うん、まあまあ今日は本当にありがとうございましたあ,ありがとうございますあのこれからもあのこういう躍動感のある絵で驚かせてくださいありがとうございます失礼しますはい、はい